はい。第3回の講義の補足をしていきます。立方体の塗装としての表現っていうのを、例として挙げましたけども、これの話をしていきたいと思います。N 次元立方体というのは、各座標 xi が0以上1以下で、かけるものということになっておりました。はい。で、それでですね、これ2次元の場合ですけども、これは、2次元の立方体ですね。はい。で、この頂点、これ4つありまして、00、00、10ですね。で、01、11という形になっていると。で、これ3次元の図ですけども、まあ、これも8個頂点がありまして、それぞれこの各、成分が0か1になっているような、点が、この立方体の頂点になっているとですね。で、その頂点の突法として、この立方体かけますよということを言うことでした。もう一度復習しておくと、この、これですね。凸方っていうのは、凸結合を全部集めてきたものですね。凸結合っていうのは、線形結合で、その係数が全部、比負0以上で、なおかつ、足すと1になるというものでした。はい。で、今から言うのは、まあそういうことですね。で、ちょっと戻りますね。で、まあ、このような、その、各成分が0と1であるような、まあ、点が頂点になるんですけども、以後、これはですね、こういうふうに書くことにします。で、何かというと、これ10っていうのは、まあ、E1 ですね。E1 っていうのは、その標準規定ですね。標準規定のベクトル。で、第一成分が1のものだと思いましょうと。で、2つ目のベクトル、これは E2。だから、標準規定ベクトル、単位ベクトルで、第二成分が2のものだと思うと、まあ、この11っていうベクトルは、これは E1 プラス E2 とこう書けるわけですね。いいですかね。で、まあ、こういうふうに、見なすというふうにします。で、ちょっとこれ、ちょっと上の方に動かしますね。で、まあ、同じように、こう、3次元の方もそういうふうに捉えたいわけですけども、まあ、これが E1 で、これが E2 で、これが E3。なんでこういう順番にしたか、ちょっと、あ、そう、なるほど、そうか、そうか。こういうことですね。で、他のものを見ていくと、これが、E1 プラス E2。で、E1 プラス E3。E2 プラス E3 と。まあ、こういうふうになっているわけですけども、最後のものは、これ E1 プラス E2 プラス E3 と。E1 に見ませんね。E1 プラス、E1 プラス E2 プラス E3 と。まあ、こんな感じになっているということですね。で、まあ、そういう形の、ベクトル。だから、この、標準規定のベクトル、標準単位ベクトルを、まあ、いくつか集めてきて、まあ、足し合わせたものっていう形で、この頂点かけるんだということですね。まあ、そう思ってます。まあ、これ、0ベクトルは、まあ、これ0ベクトルなわけですけども。まあ、だから、まあ、それらの凸法であるというふうに見出して、証明していきたいと思います。はい。それが今からやることです。何かというと、今、この、N 次元立方体のことを、この P と書きましょうと。この線形不等式形を使って P と書きましょうと。で、この凸多面体ですね。N 次元立方体は次の点集合 V の凸方であるということになります。で、V がここに書いてあります。で、それが何かというと、先ほど言ったような、この標準単位ベクトル、あるいはその標準規定のベクトルを、まあ、足し合わせたものからなる集合ですと。で、どういうふうに足し合わせてるかっていうと、この素エジ i っていうのが、ラージ i という、素エジ集合ですね。素エジ集合。素エジ集合から取られますよっていうふうになってます。で、その素エジ集合、ラージ i っていうのは、1から n までの、まあ、何でもいいですよ。その部分集合だったら何でもいいですよ、ということになります。いいですかね。で、それ先ほど言ったように、まあ、2次元の場合、こんな感じになると、ということになりますね。で、まあ、この、書き方においては、この i として、空集合も取れると、ということになります。で、これ空集合の時には、この、これですね。この ei の和、っていうのは、これが0ベクトルになるというふうに、まあ、見なしてくださいと。いうふうに思ってます。よろしいでしょうか。はい。という形で、この V っていうのは、この i の選び方で一つ決まる点だけ、要素を持つってことになっているので、この V の要素数は、2の n 乗になると思いますね。だから2の n 乗を頂点を持つような、凸多面体になっているのが、この N 次元立方体です。はい。で、それらの凸法としてこれ書けますよということを、今から見ていきます。でですね、どういうふうに考えるのか、ということですけども、だから、まあ、証明することはこれになりますと。今言っていた P っていうのと V っていうのがあったら、この P とこの V の凸法が一致しますよってことを言うわけですね。
が、これ、イコールであることを証明するので、今からやるのは、二つ証明するわけです。で、一つは、P が、この、V の突法っていうのを含むってことと、P が、この V の突法に含まれるっていう、まあ、この二つを証明すれば、イコールであることが言えるということになりますね。だから、この二つを、個別にやっていくんですけども、まずはこの、左の方ですね。こちら側の証明やっていきましょうということになります。で、それはですね、今から言うようにやるんですけども、だからその時にはまずこの左辺じゃなくて右辺の方ですね。右辺のこの突法の方の点を1個選んでいきます。で、これ Z と書きます。Z と書きます。で、そうするとこれ Z っていうのは、この突法の点ですから、この V の要素の突結合で書けるわけです。で、ここに書いてあるこれが V の要素ですね。V の要素で、その各 V の要素に対して、このラムダ i っていう係数をつけて、突結合を作りましょうということを書いてます。で、まあ、一応これはその i について、なんだっけ、和を取ってるんですけども、これまあ、その i っていうのは、この1から n っていう、この集合の部分集合全部を取るというふうに思ってください。はい。で、それで、この和を考えるということになります。で、これ突結合ですから、各ラムダ i っていうのは0以上で、なおかつ、足したら全て1になると。全て出したら1になるという条件を満たしている。それを z。なわけです。ですね。で、今から証明したいのは何かっていうと、これがこの P に属するってことなので、目標は何なのかっていうと、目標は何かっていうと、各 I に J だな。下の書き方にちょっと長く書く J ですね。各 J、その素影字に対して、ZJ が0以上1以下であるということを示せばよいと。で、そうすると各成分は0以上1以下ですから、この条件を満たすということになりますね。ということで、Z は、これが言えれば、Z というベクトルは P の点であるということが言えるということになるので、証明が終わるということです。だからそれを今から示していきます。はい。じゃあやっていくんですけども、まずこの任意の J、素影字考えますね。で、ZJ が0以上であることと、ZJ が1以下であることを示していきます。じゃあ、まずその0以上だってことなんですけども、ZJ 何なのかっていうと、これ ZJ っていうのは、この Z というベクトルの大 J 成分です。ですね。そうすると、今、ZJ っていうのをそのままこう書こうとすると、この I で、ラムダ I、I in I の EI。これの大 J 成分。こういうことですね。で、今ここでその EI の和っていうのを取ってるんですけども、EI ってどういうベクトルだったかっていうと、大 I 成分が1で、それ以外が0っていうベクトルですね。ってことは、で、それでその、large I について和を取ってるので、その大 J 成分を見るってことは何かっていうと、この large I の中に、この J があるかないかによって、ここの、ベクトルが決まってくるということになります。ベクトルでいいか、この大 J 成分が決まってくるということになります。ですかね。うん。つまり、large I が J を含んでいると、ここは1になって、そうじゃなかったら、ここ、その、ベクトルはこれ0になるということになります。つまり、何言ってるかっていうと、で、だから1のところだけ取り出していくとどうなるかっていうと、つまりこれは、I として、J を含むような I だけを取り出してきて、このラムダ I を足し合わせると、これがちょうどこの ZJ という成分になりますよ、ということになるわけです。ですか？この large I として J を含んでいるものだけが1になる。ですね。で、これここに書いてます。で、このラムダ I ですね。ラムダ I はどれも0以上ですから、これ全体としても0、足し合わせても0以上になるということですね。いいですかね。はい。で、これでその ZJ が0以上だってことが証明できました。はい。じゃあ次、ZJ が1以下だったってことを証明しましょう。同じ、論法で、同じ論法というか、その、あとこれ等式なので、この、ここに出すと ZJ はこのラムダ i の和になります、ということですね。で、ここのところでですね、今このラムダ i を足してるんだけども、これは J を含むような i だけしか足してないので、それ以外のものもこう足し合わせることにしましょうと。で、そうすると、ラムダ i はどれも0以上ですから、それらを余分に足し合わせることによって値が小さくなることはありません。だから、このような不等号が得られます。そうすると、ここに書いてあるものはこれですね。だから、イコール1になるということになりまして、つまり ZJ は1以下になるという、式が得られて、この方向の証明は終わるということになります。よろしいでしょうか。
ではですね、逆向きの方をやっていきたいと思います。こっちですね、逆向き。ちょっとこれ、初めに上げていたスライドでは、ちょっとこれ、逆向きになってて間違っていたので、ここでは修正しています。すいません。はい。でですね、今度は、だから P の要素であるような Z を持ってきて、それが V の要素の凸結合で書けますということを言います。ですかね。で、じゃあ、まずこの Z を P から取ってくるんですけども、これはつまり P の要素なので、これを満たすと。この不等式満たす。だから、各成分は、0以上1以下であるということになります。で、ここで何を考えるのかっていうと、これですね。この Z の各成分を見て、それを大きい順に並べます。で、大きい順に並べた時の、この添え字を、シグマ1、シグマ2、点々点、シグマ N というふうに書くということにします。だから、このシグマっていうのは、この1から N っていう集合の上の置換です。置換っていうのは、並び替えだと思ってください。置換っていうのは、並び替えだと思ってください。並び替え。替えが書けないな。こうかな。並び替えだと思ってください。ですかね。まあ、英語で言うとパーミテーションです。並び替えをします。で、並び替えて、まあ、このような大きい順に並べるというふうにします。ですかね。だから、このシグマ1からシグマ N っていうのは、まあ、1から N の値を取るんだけども、それらがまあ、入れ替わってるというふうになるわけですね。この並び替えによって入れ替わってるということになります。で、これらを使って、この並び替えを使って、各 i ですね。1から n の中の各 i に対して、この ii っていう集合を定めます。添え字集合を定めます。で、これは、シグマ1からシグマ i まで、で作られる集合というふうに定義します。はい。ちょっとね、イメージ湧かないかもしれませんけども、まあ、こういうふうに定義するとうまくいくので、これやります。うん。でですね、何をするかっていうと、ここから、この、V の要素の凸結合っていうのを作ろうと思うので、その凸結合の、なんだっけ、係数をですね、決めていきたいんですけど、係数をこのように決めますと。何かというと、このラムダ II と書いたら、それは、Z シグマ I マイナス Z シグマ I プラス1とするというふうにします。ですかね。だから、まあ、ちゃんと書こうとすると、シグマ I1 っていうのは、すいません。ラムダ i1 っていうのは、z シグマ1マイナス z シグマ、こんな感じなんですね。だから、この一番大きな、成分ですね。z の一番大きな成分から二番目に大きな成分を引いたものですね。じゃあ、ラムダ i2 っていうのが同じようにやっていくと、z シグマ2マイナス z シグマ3。こんな感じになるということですね。で、まあ、これ、ずっとやっていくということになります。で、そうすると、まあ、最後のところは、場所が最後のところはどんな感じになるかというと、最後のところどうなるか感じなのかというと、ラムダ IN なんですけど、これは、Z シグマ N マイナス Z シグマ N プラス1です。ただし、シグマ N プラス1っていうのは、これ、定義されていませんから、この Z シグマ N プラス1っていうのは、これ、便宜上、これ0にするというふうにします。だから、まあ、これはないと思ってください。ゼロだから、ないだろうと思ってください。で、同じように、ちょっと後の都合上、ラムダ i0 っていうのをちょっと作るんですけど、これは、1マイナス z シグマ1とします。だから、ま、別の言い方すると、z シグマ0っていうのは1であるというふうにみなしますと。ということですね。うん。はい。で、このようにして、この、ラムダ i0 からラムダ i0 を定めるということをします。で、まあ、i0 っていうのは、まあ、ちょっと この書き方だとか定義されてないんですけども、まあ、空集合であるっていうふうに見なすことにしましょうということになります。いいですかね。で、このように定義すると、ここに書いてあることが成り立ちます。何かというと、z という点、これ初めに選んだものは、このように書けますと。ちょっと書くとこうですね。このように書けますと。はい。で、これは、これですね、その ej の和、ですから、ここに書かれているものは、これ V の要素です。ここですね。ここに書かれているもの。これは、V の要素です。V の要素。で、それに対して、なんか係数がついて和を取っているので、これはその V の要素の線形結合として Z が書けるということを言ってます。ですかね。で、なおかつ、この後ろにあるように、ここに出てきている係数を足すと1になっていますと。で、しかもですね、ちょっと後で言いますけども、この、ラムダ II ってこれ全部0以上です。全部0以上です。ということなので、ここに書いてある1行ですね。この時何とかなるってことが確認できると、これによって Z というのが V の点の凸結合として書けますよということになって、つまりこの昆布 V、V の凸法の要素であるということが言えて証明が終わるということになります。
はい。で、まずですね、じゃあこのラムダ II がこれが0以上になる。これをまず確認しましょう。で、それはですね、ちょっとここに残ってるこれですね。これを見ればよろしいということになります。で、これ見ると、まずですね、ここの間の部分、ここら辺ですね。ここら辺。ここら辺はですね、実はこの、Z が、この大きい順にこのシグマによって並び替えられているということから、これ0以上だということがわかります。あ、これはここですね。ここの部分の条件からわかります。はい。じゃあですね、一番下なんですよ。この、Z シグマ N、これは、0以上ですかと聞かれると、これ0以上なんですね。なんでかっていうと、ここですね。各成分は0以上1以下だからですね。だから、Z シグマ N も0以上です。で、じゃあ最後、このラムダ I0 のところ、1マイナス Z シグマ1ですけど、これは0以上ですかと聞かれると、これもそうなんですね。なんでかっていうと、またここも同じ条件、ここですね。各成分は0以上1以下ですが、特に、この Z シグマ1は1以下です。ということなので、1マイナス Z シグマ1は0以上になるということが言えます。ということで、この係数ですね。これが全部0以上だということが言えます。いいでしょうか。はい。ではですね、じゃあこれ足すと全部、あ、これ全部足すとか1になる。これはなぜでしょうと。じゃあこれはですね、もうここ見ればいいですね。だからこれをですね、今これ全部足すわけです。これ全部足すわけです。これ全部足します。全部足します。で、全部足すと、この左辺の方ですね。これ全部足すと、ここの左辺になりますね。これいいですね。じゃあ、この右辺の方ですね。ちょっとここの中がちょっと邪魔ですけど、この右辺の方を足すとどうなるかっていうと、このマイナス Z シグマ1と Z シグマ1はこれは相殺するわけです。相殺します。で、ここも相殺すると。で、相殺するとどんどん消えていって、最終的に残るのは1だけになると。つまり、ここに書いてあるシグマ、ラムダ、II っていうのは1になるということになります。ということで、この後ろの部分、これは確かめられたということになります。よろしいですか？はい。じゃあ、あとはこの前の方ですね。前の方を確かめればよろしいということになりますので、それやっていきましょうと。はい。で、前の方を確かめればいいっていうのは何かっていうと、つまり、この Z の各成分と、この後ろの部分の各成分が一致するってことを言えばいいですね。だ、それをやっていきましょうということになります。はい。で、その ZJ とかっていうような、成分考えたいんですけど、もうちょっと J でやるとややこしいんで、ZσK っていう、こういう成分を考えましょう。これが何なのかを考えますということをやっていきます。だから、これを、だから何でしょうね。この、右辺ってここですね。この右辺の大シグマ系成分。これの大シグマ系成分。これを考えます。これを考えます。で、これが、Z シグマ系と等しいってことを言うと。Z シグマ系と等しいですかという、こういう問いを考えるわけですね。で、それを、確認していきます。はい。で、そうするとですね、だから今この波線で引いたものの、これのです。の、大シグマ系成分っていうのを書きたいんですけど、ちょっとそれは、だから、これちょっとちゃんと書きますね。i イコール0から n までの、ラムダ ii は j の、ii ej の大系成分。大系成分です。で、そうすると、先ほどの時と同じような感じで、これ大系成分取ってくるんだけども、大系成分として、あ、すいません、大系成分じゃない、すいません、大シグマ系成分です。すいません。大シグマ系成分です。すいません。だから、これで、そのシグマ系成分として出てくるのはどこかっていうと、この II ですね。II。II が、このシグマ系を含んでいたら、ここの部分が1になるんですね。この EJ の和っていうのが、この大シグマ系成分において1になるということになって、で、それ以外のところはこれ0になるということなんで、これはちょっと、どうなるかっていうと、だからそのような、II だけ取ってくるということになります。いいですかね。だから、どういうことかっていうと、だからこれはその i が0から n まで動くんだけども、その中で j、あ、じゃなくて、すいません、シグマ k が ii に含まれているようなものだけを取ってきて、そのような ii に対するラムダ ii の和になるということですね。いいですか？これ、先ほどの前のページと同じ論法です。いいですね。これ、ラム、えっと、し、ii です。いいですね。
で、そうすると、今この、ラージ II、ラーフ I に見えないです。ラージ II がシグマ K を含むのはいつかっていうと、ラージ II こういうふうに定義してるわけです。ですかね。ラージ II こういうふうに。だから、これ何かっていうと、そのような、だから、まず、なんだろうな。じゃあ、ちょっと、こっち行きましょう。シグマ K が、を II が含む、満たす、I は何でしょうってことを考えますね。は。I は何でしょうと考えます。で、そうすると、まず、I が、K の時は、これ、これに書いてある、この、条件満たすと。なんでかっていうと、その時は、IK っていうのは、シグマ1点点点シグマ K だから。だから、こういうシグマ K あるわけですね。ですね。で、じゃあそうすると、じゃあこれ、今これ I を K プラス1にするとどうなるかっていうと、この後ろにシグマ K プラス1がこれくっつくわけです。集合として。つまり、これシグマ K っていうのはまだこの集合の中に残ってます。残ってます。って感じで、K プラス1、I が K プラス1の時にも、このシグマ K っていうのは II の要素になります。という感じですね。ずっとこれ、i を増やしていっても、このシグマ k っていうのは ii に残り続けます。だから最終的に i が n になっても、このシグマ k が ii に含まれるということになります。いいですか？ということなので、ここに書いてある、このシグマ k が ii の要素になるような i の範囲はどこになるかっていうと、これは実は、i が k から n までのラムダ II だと。こういう形になるわけですね。いいですか？はい。で、そうすると、ちょっとこれ消してしまったところですけども、この元々のこのラムダ II 何だったかっていうのを、見てあげると、それはですね、ここにあるわけですね。ラムダ II。ここにあるんです。これを書きますと。で、そうするとこれは、I が K から N までの、Z、Z シグマ i マイナス Z シグマ i プラス1とこうなるってわけですね。そうすると、これは、まあ、いわゆるテレスコピックサムで、この間の部分はどんどん消えていくと。だから残るのは、Z シグマ k マイナス Z シグマ n プラス1。こんなようになりますね。で、Z シグマ n プラス1、これ0ですから、これは最終的に Z シグマ k になると。これですね。欲しかったものの大シグマ系成分が出てくるということで、各成分に対して、この等式、書けなかった。この等式、成り立つので、全部、ベクトルとしても成り立ちますよ、ということになって、この証明が終わるということになります。ちょっとここら辺の導出がですね、ややこしいかもしれませんけれども、まあ、冷静に見てもらうとわかると思いますので、また、復習をしてみてください。はい。ではこれで補足の方は終わりになります。ありがとうございました。